イスカンダルではどうだか知らない。でも地球では自分の兄弟を愛してくれた人は家族になるんです。兄を愛してくれたのならあなたは私の姉ということになる。私はもう二度と家族を失いたくない。姉さん、いや福井さんなんて物語を作ったんだなと本当びっくりというか、もう驚きというか、とてつもなく重いです。その重さが見てほしいっていうのがあります。いつかこうして真実を伝えるためにか、私に自分自身を打たせるためにか、最後の最後まで楽しめるっていう、見終わったばっかりなのに続きが早く見たいっていう、そうなんか家族の形であったりとか、日本人が忙しい生活の中で忘れてしまいがちなそういう愛の形が素直に表現されてるの。ヤーブさんが、ヤーブさんが、まあ、前哨に引き続きもう見たかったヤマトが見られたなっていう、デスラー総統の愛の深さですよね。まあ、それぞれの愛の形であったり、まあ、そういうところで救われたという部分が、まあ、旧作と比べたりっていうところで多かったので、泣くまいと思ったんですけど泣いてしまいました。やっぱりハンカチとマスクの替え必要ですね。持ってきてよかったです。最初泣かないぞと思って劇場来たんですけど、初っ端から最後までずっと泣きっぱなしになってしまって、ここを変えてくるんだとか、抑えてほしいポイントは抑えてくれる、あ、ちゃんと分かって作ってくれてるなと。